こんにちは、石崎です。本日は千葉ロッテの大砲問題についてお話ししたいなと思います。千葉ロッテマリーンズは和製大砲に飢えています。ZOZO マリンスタジアム、もともとは本塁打がとにかくできにくい球場、球場が広いだけではなく海風の存在がバッターにとってより厳しい環境になっています。ただ球場だけではなく、毎日オリオンズ時代から30本以上放ったことある選手、72年間で14人です。で、40本に関しては落合博満さんまで遡りますという話はまあよくあるんですが、未だに30本以上で日本人選手という観点で言うと、落合さんの1985年、つまり37年38年と遡ります。現在の ZOZO マリンスタジアム、千葉マリンスタジアムに移転してからも7人しかいないんですよね。だからこそ2019年レアードの32本は超貴重だったんです。まあ、もちろんラグーンがついたという条件の変化はありましたが、それでも30本は未だにレアードが最新です。その中で今回ロッテに希望の存在も現れてきました。で、今回は近年の20本以上の選手、近年の日本人選手の本塁打、そしてその壁をぶち破りそうな存在についてお話ししたいなと思います。まず2009年以降で20本以上の本塁打選手ってこんなメンバーになってくるんですよね。まあ、こうやって見ると多く見えるかもしれません。ただ2021年は本塁打最多が井口さんの9本で、チーム全体で中村剛也選手1本のホームランを下回る46本というくらい長打で苦しかったんです。特にこの2011年は飛ばないボールで、本拠地 ZOZO マリンの大きさと風の中で本塁打を打つのは困難だったのかなと思います。ただ翌年の12年も本塁打最多が11本の井口さんで、次が根本さん、里崎さん、ホワイトセルの9本、和製大砲に苦しんでいるチームであることは間違いないでしょう。本拠地が1992年に現在の ZOZO マリンに移転となったんですが、その後の30本選手がこちらです。はい、まあ、この7人になってきて、2001年2人の助っ人が30本以上というのは本当に素晴らしかったことです。で、22年不振で退団となったリアードですが、もちろんこれまでの貢献度はさることながら、どれだけロッテにとって貴重な存在だったかがわかるでしょう。波があるので少し苦しくなった時に一気に率を下げてしまうということはありますが、15年ぶりの30本以上打てる選手だったんですよね。で、残念なことに日本人選手の本塁打30本以上となると、1986年の落合さんの50本まで遡ってしまいます。落合さんはロッテで5度の30本以上を記録していますが、基本的に今のロッテの本塁打タイトル等について遡ると、落合さんまで遡ることが当たり前になってしまっています。そもそも1949年の球団創設以来、日本人選手で30本以上放ったことある選手は別当さん、山内さん、落合さんの3人になります。では少しハードルを下げて、 ZOZO マリン移転後の20本以上の日本人選手を挙げるとこちらになります。はい、20年、21年と2年連続2位とチームは上位で戦うことができましたが、日本人選手のホームラントップは先頭打者の荻野選手の10本でした。初芝さんが4度の20本以上、井上選手が2度の20本以上、近年怪我と不振でなかなか計算できない井上選手なんですが、彼もまた2000年の初芝さん以来、複数シーズンの20本以上を記録したスラッガーとしてロッテにとって大変貴重な存在なんです。で、サブローさんにホームランの印象はないかもしれませんが、まあこれロッテの基準で言うとかなり上位になってくるので、ロッテ基準で言うとホームランが期待できるバッターになります。特に大卒4年目で4番に定着し、本塁打を24本放った大松さんには本当にチームとして大きな期待があったのかなと思います。ただそこで皆さん、スラッガーや長距離砲といえば何本以上のホームランをイメージするでしょうか？それって人によって変わってくると思いますし、少し前の自分だったら30本と答えていました。ただ今は投手のレベルが高いこと、そしてパリーグは野手が苦しんでいることもあって、これ30本以上とくくってしまうと、これホームランを期待できるバッター山川選手しかいなくなってしまうんですよね。セリーグも村上選手が圧倒的すぎて目立ってはいるんですが、30本以上というくくりにすると、これ村上選手と岡本選手しかいないんですよね。なのでホームランバッターイコール30本というのは少し時代は変わってきてるかなと思います。その中でロッテにはもう一つ壁があるんですよね。そう、25本の壁です。実は26本以上放ったスラッガーの日本人選手、これが落合さんまで遡るんですよね。つまり2020年代には25本以上放った日本人選手いなかったんです。まあ、30本ならともかく、
これは正直厳しい現実かなと思います。さらに難しいのは25本放ったのがこれ初芝さん、山内さん、別当さん、落合さんで、これ全員に共通しているのが右バッターであることなんですよね。つまり左バッターの日本人選手で25本以上という選手はいないんです。で、近年は藤原選手や安田選手、平沢選手と左の高卒スラッガー期待選手をドラフト1位指名し、競合でも多く引き合ってることはできたんですが、なかなか長打、大砲というところでは伸び悩んでおり、2年連続20本以上という近年のロッテでは考えられないような活躍の井上誠也選手も怪我で苦しんでしまっています。もちろん日本人選手が本塁打を放てなくても助っ人でカバーできれば上位で戦うことはできるでしょう。実際レアード、マーティンの2人の助っ人が長打でカバーしてくれた2020年、2021年は2年連続2位です。22年こそ苦しかったんですが A クラス常連に名前を挙げつつあります。それでも日本人スラッガーがいないとやはり長期的に長打力や得点力を計算することって難しいと思うんですよね。レアードの失速やマーティンの離脱が得点力低下に直結し、戦い方も変えないといけないかもしれない。そして終盤に失速する、そんなシーズンが続き2年連続で優勝を逃したと言えるかもしれません。そして22年はその2人が不振だったことでチームの長打がかなり苦しく、 B クラス低迷の要因の一つになってしまいました。パリーグ全体で助っ人本塁打の最多が15本、助っ人イコール長打ホームラン20本という時代は終わりました。その中でこの2人がいなくなってしまったんですよね。なのでロッテからすると大変厳しい状況であるかもしれないんですが、そこで25本の壁を超えられそうな希望が見えてきました。皆様は山口浩輝選手という名前を知っているでしょうか。2018年ドラフト4位、現在22歳の右バッターです。で、2018年の高卒ドラフトといえば根尾選手、小園選手、藤原選手、吉田選手らが大注目されたあのドラフトです。実際山口選手も高校時代に東地区の吉田恒成選手と投げ合ったこともあり、3年時には吉田恒成選手率いる金足農業高校に敗れ甲子園出場を逃しました。高校の同級生にはオリックスのドラフト1位曽谷選手もいます。その中でロッテに指名され、1年目の2軍で6本も終盤には骨折、ただ着実に2軍で成績を残していき、2021年には開幕スタメンをつかみ取りました。3年目の2021年、1軍は78試合で2割7厘9本、20打点、 OPS6 割5分8厘。長期的にスタメン定着とはいきませんでしたが、存在感を見せることができましたし、22年には前半戦から存在感、ただコンディション不安や守備の問題からかなかなか起用がなかったんですよね。オリックス戦では1試合3本塁打、さらに40年ぶりの1試合8打点と大暴れを見せたり、だんだんと中盤以降に4番として苦しんだ時期はありましたが、2022年は一気に成績を上げることもできました。最終盤にはソフトバンクの優勝を止める、パリーグの優勝を決定づけるスリーランホームランも見せてきました。22年の1軍では102試合で2割3分7厘16本、57打点、 OPS7 割2分5厘、チームトップの本塁打、ファーストと外野、そして DH で起用されてきて4年目に1軍で16本、理想的すぎるんですよね。ここまでの存在は最近のロッテにはなかなかいないですし、若手ということを抜きにしてもチームトップの本塁打なので長打で最も重要な存在でした。というより今のパリーグにここまで理想的なステップアップができているスラッガー自体が少ないです。山川選手と共に自主トレを行い、23年キャンプ前の実戦で大暴れ中、なんと5試合で4本、2月15日の実戦では2打席連発、止まらないんです。もともと荒さがある選手ではあったんですが、フォーム自体がシンプルになってきた印象もあり、飛距離、弾道ともにアーティストのそれになってきました。打った瞬間それとわかるホームラン、ロッテ待望の大砲、今年こそ25本の壁を越え26本以上放てるのか、そんな期待が大きくなってきました。当然安田選手や佐藤選手らにも期待はありますし、左打者初の25本というところは期待したいんですが、まずは25本の壁、落合さんまで遡る26本以上の存在になりたいところ。23年ロッテは左のスラッガーとして22年に24本放ったポランコを獲得しました。その2人を軸に長打を期待したい年になります。で、最後に2010年以降のチームの本塁打トップ選手がこちらになります。近年は助っ人の長打力が目立ちますし、やはり井上選手の復活というところはチームの戦力に大きくつながります。むしろ彼の怪我と不振が近年のチームの長打課題につながっています。
デスパイネがソフトバンクに移籍し、ソフトバンクで本塁打量産となったのはロッテとしては大変痛かったでしょう。もちろん19年シーズンからはラグーンがつき、本塁打が出やすい環境にはなりましたが、22年は16本が最多でしたし、11年の打点の時期には本塁打2桁すらいなかった。それがロッテの長打課題だから、ロッテは長距離打者が育たないと言われてきました。それを壊す存在が現れるのか。もちろん大松選手が当初それに期待されていましたし、近年では安田選手にそういう期待がかけられていました。安田選手も22年後半に良さを見せられたので、23年の飛躍を期待したいところですが、山口選手が先に25本の壁を壊せるのか、ロッテファンは大きな期待をしているんじゃないかなと思います。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。